この動画撮る前にさ、あ、そうだ、ハンドクリームつけようと思ってつけたんですよ。ハンドクリームの後油おもかじをきれたたたたたんグレートガリオン。歌詞知らんのかいというわけで、こんにちは、今田と申します。初めての方は初めまして。というわけで今回こちら届きました。じゃじゃん、ジャックジャンのワイヤレスイヤホン。楽しみにしてた、すごい楽しみにしてた。去年からずっと待ってました。昨日届いたんで早速開封していきたいと思います。見て、この動画撮る前にさ、あ、そうだ、ハンドクリームつけようと思ってつけたんですよ。ハンドクリームの後油というわけで開封していこうと思います。ちゃんと三影先生が見守ってくれてます。ちょっと怖いね、これさ、私いつもさこうやって開けんのよ、わかる？こうやって開けるんだけど、こうやったらさ中身傷つけんかちょっと丁寧にこう、なんとか丁寧に開けきることができましたと。さあ中見ていく。おお、歌方のユークロニア、これあれじゃん、今度出るやつじゃん、ブロッコリーさんから。あなたと出会って世界が回り始めた、楽しそう。あ、ブロッコリーさんじゃなくてディズクリエーションによる新ブランドリコビッツから出るんだって。これが4月11日発売、楽しみ。あ、キサちゃん、ごめん、ポイってしちゃった。キサちゃん、わ、ちょっと中見てみる。キサちゃんだ、すごい。じゃじゃん、ジャックちゃん。おー、すごい。開けましょう。どうやって開くの、これ。どうやって開くんだろう。あ、ここ引っ張るんじゃない、待って。違うっぽい、ここやんけ。なんで公式放送見たはずなのになんで開け方知らんかったっちゃろ。開けます、いきますよ、オープン。じゃじゃん、わー、見て、すごい、泣きそう泣きそう。まだクリアしてないのになんか感無量なんだけど、こんなん。すごい、取れん取れない、よいしょ、わーお、よいしょ。外観こんな感じですね。ジャックジャンヌって書いてあって、上が、反射して見づらいユニベールの交渉なのかなが書いてあって、中がユニベール色なのかな、水色に染まってますね、かわいい。なんかこれさ、このコラボのためだけに作られた限定色みたいな書いてあった気がするんですけど、かわいい。このユニベールの交渉らしきものがここにも書いてある。いいね、セットで。かわいいね。これで公式さんがやってるアプリがあるから、このアプリから選べば、例えばふみさんだったらふみさんが、接続完了、楽しい時間の始まりだ、みたいなことを言ってくれるってわけですね。あ、ふみさんだ、かっこいい。なるほど。で、このバッテリー残量が 60% 以上残ってる状態でスタートを押せと。うん、楽しい時間の始まりってふみさんが言ってます。 100% になりましたね。で、今後これでふみさんが喋ってくれるっていうことですね。いや、いかんせんさ、ふみさんの声届けたいけどさ、あまりにも性能が良すぎて音漏れしないんだよね音漏れしたらさ、こう動画に残すこともできるんだけど、いかんせん性能が良すぎる。いやー、よかった。いや、ふみさんの声よかったな。スペシャルボイスでメアリーの声が聞けるんですけど、最高でしたいつでもメアリーに会えるじゃん。しかもさ、この子たちさ、めちゃくちゃ有能。あんまりさ、音質がさ、ワイヤレスイヤホンってあんまり良くないのが多いイメージだったんだけど、めちゃくちゃいい。音質がクリアだし、なんか外の雑音っていうのかな、ノイズが入ってこない。めちゃくちゃ有能、びっくりした。え、なんでこんな宣伝みたいになってるんだよ別にお金もらってるとかじゃなくて、いいところ連ねたらそんな感じになりましたね。というわけで、ジャックジャンヌ、もうすごく素敵な作品で大好きな作品になりました。もう最高。演劇が好きな人は絶対刺さるし、演劇が好きじゃなくても絶対刺さる結局全部それぐらいすごくいい作品なので、まだ見てないよって方はぜひ、まあ長いけどね私の動画今40本ぐらい上がってるので長いと思いますが、ぜひ見ていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、今1045人の方かな、登録していただいてるんですが、ありがとうございます。
今見ていただいているあなたのおかげで私はいつも続けられています。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。いやーいいな、これいい買い物したわというわけでこれからもぜひ見守っていただけると幸いです。イバラでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。